もう終わりかよ。とどめは僕が刺す。陛下の罰が下るぜ。松本、共に生きた者とは共に死すべし。挽回。そちら側から姿を見るのは初めてだろう。この挽回だけを君から奪い去り、君が死んだ後も生きながらえさせてしまうこと。どうも、御勢13隊隊長、それから副隊長の皆さん、こんにちは。この通信と同時に皆さんのところに挽回を持つ人にのみ反応する薬、新栄薬です。触れたところから吸収され、弾薬は魂魄の内側まで浸透します。わずかばかりのフォローの力を吸収し、挽回を一瞬だけフォロー化させることができればクインシーにとって毒となる。なんだ、どうなってる、一体何をした。氷輪丸が戻りたいって言ってんじゃねえのか。無茶させんじゃねえよ。自分で自分に攻撃できるわけねえだろ。挽回に心があるような物言いはやめてくれないか。挽回に心がないって。ああ、どうやらそのようだ。久しぶりに声を聞くな、氷輪丸。顔が邪魔くせえと思ったら、そういや挽回を一瞬ホロー化させるとか言ってたな。やられてんじゃねえよ。